つくさんが一番晴れてます。シングルマッチ20分一本勝負、私も全然鈴木鈴全然重いから、鉄仮面じゃないよ、石仮面だよ。レフリーが特に危険となりました攻撃で、凶器を含む全ての攻撃が認められます。なお、勝負はレフリーストップを除く。でも、ディオ様は一部より六部の方がかっこいいよね。一部と六部って何ですか？あ、ジョジョはね、はい、その部、南部っていうので物語があって、あ、一部の時はちょっとね、はい、まだちょっと小物集なんの。おそんなこなしてるうちに鈴が入ってきました。さあ、この試合はですね、場外でのみ狂気の使用が認められるという試合になっております。さあ、鈴がね、念願の世良さんとのシングルマッチ、もともとはね、1月5日のラジアントで組まれていたシングルだったんですが、鈴がインフルエンザになってしまったため、その試合が流れ、もう一度世良さんとシングル組み直してほしいというふうにね言ってたんですが、いろんな先輩が出てきて、私を倒したらいいよっていうふうに言い続けられ、でももちろん倒せず、最終的に3月の後楽園ホールで若手のタッグマッチで勝利した人に好きな選手とシングルマッチをする権利が与えられるということで、それで勝利したすずにようやくセラさんとのシングルマッチが認められたというこの対戦でございます。うん、1月5日でしたっけね。そうなの、だからもう4ヶ月近くか、なのでようやく念願のシングルマッチです。ね、1月3日の道場マッチがあってので思い出しましたよ、事務所内もう騒いで、さあ、そしてね、この試合のルールは世良さんに一任されていて、そこでこう場外でのみ、狂気の使用が認められるということが当日発表されました。さあ、世良さんはいつも通りラダーと有刺鉄線竹刀を持ってきたんですね。なんで殴られたらもう泣いちゃうのかな。さあ、そして極道補修で入ってまいりました。セラさんのね、デスマッチやハードコアといえば極道コスチュームですが、あ、これは脱ぐわけですね。今回は、通常のコスチュームで戦うと。サングラスは外さないかと思ったんですが、サングラスはね外しますね。ですからね。すごいことやりますからね。ねえ、恐ろしい。セラさんは笑顔で人を殴るからね。しかもエルボーは肺に穴が開くほどのエルボーだからね。そうですね。なんだろう、発言が結構みたいなやばいことをたまにおっしゃるそうなので。いや、もうそれがやっぱデスマッチファイターなんだな。普通じゃない。うん、普通じゃない。さあ、セラさんといえばのジャイアントスイング。この前のカリソメ天国皆さん見ました？すごいなんか好意的にねコメントをもらって、すごい嬉しかった。いましたよ。やっぱお二人ともねプロレス好きだからすごい温かかったよね。さあ、鈴大丈夫か。鈴弱いようだ。でも瀬田さんも、
日ってことは、すずはちょうどデビュー丸4ヶ月を終えたところなんだね。そうですね、うん、5ヶ月目ねえ、うん、分かりやすい計算ですね。本当に自分も分かりやすい計算になります。そうだね、すずは大晦日で、はい、マリちゃんは令和初日で、はい、キリがいいのはね、覚えやすくていいよね。はい、うん、あ、皆さんカリソメ天国見てるんですね。ハマキスケサイン会のネタね。あああれ面白い。ね、こうやってね、スパーン。いや、昔のレスラーってやっぱね、うん、うん、なんかレスラーに貧困法制なんか求めてねえんだよとか。そうですよね。でも分かる分かる。やっぱね、こう女性だからね、うん、なんかね、そういうのがあるのかもしれないし、今はやっぱり SNS 時代だからね、いろいろあるのかもしれないけど、 でも世良さんはね、ちょっとぶっ飛んでるぐらいがちょうどいいからね。はい、うん、大丈夫、笑顔でやってるから大丈夫。そうそう、コメントあったんですけど、イラストすごい似てましたよね。コスチュームもちゃんと世良さんのコスチューム、この十字のこの胸の部分のコスチュームのように描かれてたし、はい、お父さんの顔もそっくりだった。イラスト出てたんですか？イラストあったあった。へー、あの、なんか夫婦でデスマッチやったらいいじゃんみたいな、はいはいはい、いうところのくだりでイラスト出てて、へ、それがそっくりで、あ、見て描いてくださったんだ、すごい嬉しかった。カリスマ天国どこの曲なんだろう。どこだったっけ、どこだったっけな。じゅっちゃんで、どれ、じゅっちゃんはごちゃんか。わかんないよ。ただ待って、テレビ朝日でしたっけ。なっちゃんって言われてもわかんないよ。ググってください。未だにじゅっちゃんって感じですよね。あー、お父さんツイッターのアイコンで白いバスト使ってるんだ。へー、テレビ朝日、テレ朝、テレ朝、あ、テレ朝、へー、はい、そうなんだ、じゅっちゃんでした。お下がりください。さあ、場外に出たということは凶器の使用が認められます。しかもアイスは場外カウントなし、やりたい放題。して自転車で、まさかこの下には世良さんがいて、それをチリンチリンチリン引いていった。交通事故だ。世良さんの上にいたし、じゃあその上に乗ってたんですよ、ね、目の前で行われた。いやー、びっくりしました。これはちょっと吉本さんコラボ以来の衝撃。世良さんが乗ってたなっていうのを思い出しました、ね、本当だ。あれはデスマッチなのか。そうです、はい、そうです、11月11日ね、世良さんのバースデーデスマッチ以来の勝利ですね。さあ、普通の人間ならひき逃げなんてされたらもう一発、うん、お、やり返さない。おお、いやー、これは先輩としてなのか、それともロリコンとしてなのか、どっちだ。わー、やっぱやり返しちゃった。チリンチリンチリン、チリンチリンアタック、今度は決まった。逃げた。さあ、今度は世良さんが何かを、ね、この日はすごいマスコミさんも多かったんですよね、うん、椅子の音がする。さあ、
あげろあげろあげろ。すごい難解なのでね、きっとまだ大丈夫のはず。ああ、おキャー、いてー、まさかのコーナーに叩きつけての新幹線アナーク。返せ返せ返せ。さあ今度こそジャーマン上げられるか。いけ、おお、きれいに上げた。ヤスリっぽいのにスーズのジャーマン返されたの初めてじゃない。そうですね。また耐える。いけいけいけ。